前回は構造寺駅前と構造寺ニュータウンを開発していったわけやけど、積雪がヤバすぎてどうしようか悩んでいるところでした。で、何か解決策は見つかったのか？解決方法は、ない。マジか。結構調べてみたけど天候を操作する方法はないみたい。じゃあ、目を犠牲にしながら開発していくのか？ゼロからやり直します。せっかく8000人まで成長したのに。さすが2年の半分が雪景色のマップは見てる方も面白くないかなと思ったので、土地が雪化粧するのは、まあいいとして、建物や交通機関も雪化粧するのは、ちょっといただけないからな。ということでマップを選択します。これほどまでにマップの選択が重要だとは思っていなかったので、今回は慎重に選択します。前作はもっと使って名古屋県のマップをインポートしてたからな。天候や気温なんか全く意識しなかった。でも今回は、ちゃんと意識してマップを選ぼう。前回選んだタンペレはマイナス13度なのであまりにも最低気温が低いマップは避けて、最低気温がマイナス1桁であれば大丈夫でしょう。ということで新しいマップはこのツインマウンテンにします。で、都市名だけど第1回目の動画で募集したところ、視聴者さんがいくつか案を挙げてくれましたのでその情報も参考に。春日が丘にします。構造寺は愛知県の春日井市にあるから、その春日井市から少しもじったのか。そうそう、実際に学校名にも使われてるし耳馴染みもあるかなと思って。さあ、それでは気持ち新たに。開発開始。前回のマップでは何も考えずとりあえず開発していったから、今回は開発前に、あらかじめ都市計画を練っておこう。今回も前回同様構造寺のある名古屋県をイメージして開発していこうと思っている。ほうほう、ということは真ん中に流れる川は木曽川とかになるのか？イメージとしては庄内川かな。その上流の西側に構造寺エリアを作っていこう。その東側には春日井の工場群をイメージして産業エリアにしよう。春日井といえばエリエールの王子製紙が有名だな。すでに敷設されている海岸沿いの高速道路は伊勢湾岸道路に見立てて、庄内川河口の西側に名古屋都心部を作っていこう。右側の広大な平地っぽいエリアはどうするんだ？実際の地理的には豊田市が存在するから、世界の豊田の工場群を作っていこうと思う。当初鉄道の街を作ろうとしていたけど、鉄道は開発しないのか？もちろん鉄道も積極的に開発していこうと思っているけど、路線網をうまく引けなかったのでここでは割愛します。オッケー。それでは街の開発に移っていこう。まずは前回同様タイル解放から。432タイル変えるんだっけ？そう。前回は直感で正方形で拡張したけど、よくよく考えると海上や雪山のタイルは買う必要ないかなと思ったので、陸地の部分を多めに拡張できるような買い方をしてみます。続いて、伊勢湾岸道から分岐された一般道から、国道19号を敷設していきます。前回は6車線道路としていたけど今回も6車線にするのか？今回はひとまず8車線で敷いていこうと思う。庄内川上流、北川エリアに外部接続するように道路を敷いていく。既存の道路についてはブルドーザーで破壊しておきます。よし、ひとまず軸は完成。続いて基本的なインフラを整備しておこう。電気と上下水道だね。電気は変電所を置いて、送電線を国道まで引っ張ります。下水は庄内川下流に下水処理場を設置し、下水管を国道まで持っていきます。最後に上水道は庄内川上流に用水場を設置し、道路を引っ張ってきます。ここからは構造寺ニュータウンを開発していこう。前回の教訓から道路を敷設していく前に、地形を整備しておきます。前回は勾配があるところに家が建ってしまって家の塀が曲がってしまってたもんな。そうそう。だから宅地開発する土地に関しては、平坦になるような形で高台を整備していく。結構大規模な高台にするんだな。実際には構造寺ニュータウンは5万人くらいの人が住んでいるから、それを想定すると結構な土地が必要になるかなと思う。高さが急激に変わっている崖部分については、地形平滑化ツールを使って滑らかにしておきます。よし、完成。それじゃあニュータウンに道路を敷いていこう。
構造寺駅の想定地から6車線の機関道路を伸ばしていきます。何やら苦戦しているな。崖部分の整備したつもりだったけど、傾斜が急でうまく道が敷けない。もう一度傾斜を調整します。なぜかトンネルになるな。仕方ない、もう一段低い高台を作るか。これでどうだろう。一部分がちょっと変になってるな。ならば、高台の上から敷いてみよう。おお、なんとかうまく敷設できたっぽいな。割と苦戦しました。あとは機関道路から枝分かれするように細かい道を敷設していきます。安易な碁盤状にならないように曲線も多用し、住宅街路地の道路を敷いていきます。今回気をつけたのは、勾配があるところは等高線に沿うように道路を敷設したところ。道路を敷けたら合わせて区画を低密度住宅地に設定しておきます。さらに北側エリアの住宅路地も敷設していこう。こちらも低密度住宅地にするのか。こちらの地区は中密度住宅地にして団地風にしようと思う。ある程度道路の敷設が終わったので建物を建てていきます。高校はすでに設置しているので小学校も設置しておきます。高校は構造寺高校、小学校は高倉小学校になるのかな。それでは最後に春日井工場群を開発していきます。産業需要が結構高いから開発しておいた方が良さそうだな。庄内川を渡る橋を架けて、その先に道路を敷設していこう。川沿いの傾斜がきついので、地形を整備し道路を敷いていきます。産業区に設定した瞬間に建設が始まるな。需要の魔力。工場地区っぽく整備されない道も敷設しておこう。結構工場建ってきたな。ただこれだけ建っても需要は全然減らないので、さらに工場群を拡張しておきます。まだ空き地区画がポツポツあるけど、結構工場が建ってきたな。道もある程度適当に敷いてしまったから、本格的に整備するのはもう少し町が成長してからにしよう。今回は新しいマップでゼロから構造寺ニュータウンと工場群を開発してきました。今回は最低気温がマイナス4度だから雪景色にならないといいな。構造寺高校も設置できたし、その奥の団地群もイメージ通り成長してくれたな。団地にしてはかなりおしゃれだけどな。日本風アパートのアセットが待ち遠しいな。道路敷設をある程度細かくしたおかげか、割と小さめな住宅が建ってくれてニュータウンっぽさが出てるな。まだ細かいところは詰め切れてないけど、滑り出しにしては上出来だな。この街は線路が全く敷かれていないから、次回は線路敷設から始めて鉄道網を整備していこう。鉄道網の開発楽しみだな。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。